つも時短で見れる投資メディアをご覧いただきありがとうございます。2023年11月6日の株式ニュースをお届けしてまいります。本日の相場概況、東証業種別株価指数、ストップ高銘柄の材料、ストップ安銘柄の材料、値上がり率上位株の好材料、株主優待情報、明日の経済スケジュールの順でお伝えいたします。FOMC、米連邦公開市場委員会での政策金利の据え置きと FRB 議長の利上げに消極的な発言が米長期金利を低下させ、米株市場を上昇に導きました。それに伴う日経平均も前週末比 758.59 円高の 32,708.48 円と大幅に上昇しました。特に非鉄金属、機械、輸送用機器などが上昇しました。一方で海運業、水産、農林業、銀行業などが下落しました。個別銘柄では半導体関連や自動車関連株が堅調に推移。また、業績予想の情報修正や自社株買いを発表した銘柄は急騰しました。その一方で、業績予想の据え置きや下方修正の影響で売られた銘柄もありました。東京証券取引所の各業種株価指数において、非鉄金属、機械、輸送用機器、電気機器、サービス業、精密機器などは全体として上昇し、市場の活性化を支えました。その中で特に非鉄金属業種が 5.14% 上昇し、その勢いは他の業種にも広がりました。また、不動産業、卸売業、その他金融業、鉄鋼、ゴム製品、繊維製品、ガラス、土石製品製造業なども堅調な値動きを見せました。一方で、工業、医薬品、倉庫、運輸関連業界の株価は下落、特に海運業が 5.21% の大幅な下落となり、市場に影響を及ぼしました。また、銀行業、水産、農林業も値を下げる一方で、買い物気分の低下が見られました。これらの動きからもわかる通り、市場は全体として上昇傾向にありますが、その中で一部業種における株価の下落が見られ、今後の市場動向に注目が集まっています。2023年11月6日のストップ高銘柄を紹介します。免疫生物研究所は、研究用試薬の開発、製造及び販売、受託研究及び受託生産、医薬品並びに医薬部外品の開発、製造及び販売、解雇を用いた、タンパク質生産の開発、製造及び販売をしている会社です。急騰した理由は、9月中間期の経常黒字転換を評価したからです。現在の株価は576円で、前回から 16.13% の上昇となりました。また、出来高は145万5900株でした。エニマインドグループは、ブランドとクリエイターのマーケティングと収益化支援をしている会社です。急騰した理由は、ソウルにオフィス開設したからです。現在の株価は775円で、前回から 14.81% の上昇となりました。また、出来高は37万8300株でした。太平製作所は、合板製造機械、産業機械、木材加工機械をしている会社です。急騰した理由は、今期経常を 40% 上方修正、最高益予想を上乗せ、配当も50円増額したからです。現在の株価は2923円で、前回から 20.64% の上昇となりました。また、出来高は7100株でした。II グループは、チャイルドケア事業、ライフケア事業をしている会社です。急騰した理由は、24年3月期の営業利益予想を上方修正したからです。現在の株価は920円で、前回から 19.48% の上昇となりました。また、出来高は22400株でした。大変は小型変圧器と溶接器の製造販売をしている会社です。急騰した理由は7から9月期の減益率が縮小し、上半期が計画上振れで着地したからです。現在の株価は5500円で、前回から 14.58% の上昇となりました。また、出来高は18万3500株でした。アルメディオは、業務用テストディスクの開発、製造、販売、各種ディスクの特性テスト受託、電子部品用副資材、耐火材料及び関連製品の開発、製造、販売、長期保存用高ドライブ及び、長期保存用高ディスクの販売、産業用及び、
AV 機器用コードライブの開発、製造、販売、ナノマテリアル事業の研究開発、製造及び販売をしている会社です。急騰した理由は、今期営業利益が予想外に 4.7 倍に上方修正されたからです。現在の株価は524円で、前回から 18.02% の上昇となりました。また、出来高は 54,700 株でした。2023年11月6日の鋼材料銘柄を紹介します。SWCC は、電線製造と免震技術の提供をしている会社です。本日の材料は、今期利益予想の上方修正と自社株買いを発表しました。現在の株価は2538円で、前回から 20.06% の上昇となりました。また、出来高は118万3800株でした。スーパーバッグは買い物袋事業をしている会社です。本日の材料は、業績予想と配当計画を上方修正しました。現在の株価は2579円で、前回から 17.87% の上昇となりました。また、出来高は11万7300株でした。日東紡績はガラス繊維を活用した多角的産業資材企業をしている会社です。本日の材料は、今期利益予想の引き上げと AI サーバー向け成長が評価されました。現在の株価は4190円で、前回から 17.04% の上昇となりました。また、出来高は97万1400株でした。セルシスは UI、UX 事業、クリエイターサポート事業をしている会社です。本日の材料は、自社株買いと配当予想増額を発表しました。現在の株価は816円で、前回から 15.91% の上昇となりました。また、出来高は190万6900株でした。ネクストジェンは、電気通信事業、通信技術に関するコンサルティング業務などをしている会社です。本日の材料は、24年3月期上期に営業黒字に転換しました。現在の株価は807円で、前回から 13.18% の上昇となりました。また、出来高は28万2200株でした。住友電気工業は、電線と電子部品の製造と販売をしている会社です。本日の材料は、ハーネスの収益性改善で、通期予想を上方修正しました。現在の株価は 1801.5 円で、前回から 11.41% の上昇となりました。また、出来高は993万4800株でした。理想化学工業はデジタル印刷機の製造と販売をしている会社です。本日の材料は、業績予想と配当予想の上方修正、及び自社株の買取を発表しました。現在の株価は2596円で、前回から 10.47% の上昇となりました。また、出来高は9万5700株でした。東京精密は、半導体製造装置と計測機器の製造及び販売をしている会社です。本日の材料は、今期業績、配当予想を上方修正しました。現在の株価は8192円で、前回から 10.46% の上昇となりました。また、出来高は113万1900株でした。2023年11月6日の株主優待情報を紹介します。イルグルムが新しい株主優待制度を開始すると発表しました。毎年3月末と9月末の時点で100株以上を保有している株主に対して、一律1000円分のアマゾンギフト券が年2回贈呈されます。インソースが2023年9月末をもって株主優待制度を廃止すると発表しました。この変更は株主の皆様に影響を及ぼす可能性があります。11月7日、国内では9月の全世帯家計調査と毎月勤労統計、社名別新車販売が発表されます。また、10年物価連動国債の入札も行われます。海外では、中国の10月貿易収支、ドイツの9月鉱工業生産、ユーロ圏の9月生産者物価指数、そして、米国の9月貿易収支と消費者信用残高が発表されます。さらに、オーストラリア中央銀行の政策金利発表と、米国3年国債の入札も行われます。各国の経済状況を把握し、市場の動向に注目が集まります。2023年11月6日の株式ニュースをお伝えいたしました。
高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。